斉藤選手、早速なんですが、自分が日本代表ナンバーワンだと思うもの、何かありますか？フィットネスには自信を持っています。測定とか あるんですけど、まあ、そういったところでは、まあ、こんな体なんで、まあ、一番にならなければならないと思ってますし、まあ、今のところ一番かなと思ってます。おお、すごいですね。ラグビー以外で日本代表ナンバーワン何かありますか？身長の低さぐらいしか思い浮かばないんですけど。なんですかね、チョコレート好きはナンバーワンだと思います。今回合宿にも持って行ってるんですか？いえ、持ってきていません。測定の中にフィットネスだったりウェイトだったりと同じで、あの体脂肪の測定もあって、そこを結構気にしてるので我慢してます。体脂肪の測定多く出ちゃうと怒られるんですか？怒られるか分かんないですけど、まあ測定なんで、まあ、いい数値出すことに越したことはないんで。真面目ですね。じゃあこの、まあ、合宿以外で普段チョコレート食べられるっていう時だとどれぐらい食べるんですか？どれくらい？いや、もうあるだけ。なんか種類とか。ああ、ホワイトチョコ大好きで、まああったらもう気にしてなければいくらでもいけちゃいます。じゃあ、 昨シーズン終わって食べられるってなった日、解禁ってなった日とかってどれぐらい食べちゃいました？いや、そんなにあれですけど、具体的にはあんま分かんないです。すいません。じゃあ、 ホワイトチョコの、ごめんなさい、チョコの話ばっかりしてますけど、ホワイトチョコ、なんかこういうホワイトチョコの味が好きとか、甘めとか。やっぱ生チョコでホワイトが一番好きです。ほー、なるほど。他に何かこの合宿に持っていってるもの、ラグビー以外でリラックスのためだとか、何かありますか？いや、僕そういうのあんまないですけど、まあ、ケアグッズとか。筋肉リリースするような振動が出たりとか、体のメンテナンス系のものは結構持ってきてます。この日本代表の中でも、まあ、いろいろな選手とコミュニケーション取ったりだとか、最初に入った時とはまた違ってきてると思うんですけれども、特にコミュニケーション取ったりとか最近よく話すみたいな選手っていますか？まあ、昨日来たばっかなんですけど、ゆうさんだったりりきやさんだったりとはまあ結構話はさせてもらってます。改めてこう日本代表として集まって、まだちょっと時間短いですけれども、田村選手だとか松田選手からどんな言葉かけられましたか？いや、そうですね、まだそうです、本当に時間経ってないんであれですけど、練習とか始まればやっぱりこうアドバイスとかは結構もらってますし、まあ、自分からも聞くようにはしてます。まあ、何か聞いたアドバイス、あるいはちょっとこれから聞きたいなっていう話、アドバイスもらいたいなっていうこと、何かありますか？プレッシャーがかかった中での判断だったり、まあ、そういったところはこれから、まあ、自分の課題だと思っているので、このからのキャンプ中にどんどん聞いていきたいなと思います。そこでさらにこう伸びていけるんじゃないかっていうのはあるんですかね？はい、まあ、実際にプレッシャーのない試合ってないと思うので、いかにこう強いプレッシャーの中で、まあ、いいスキルが出せたり、いい判断ができるかっていうのがすごい大事だなと、まあ、前回のツアーで感じたので。そしてフランスワールドカップももう2年と近づいてきましたけれども、このフランスワールドカップに向けてはどう成長していきたいだとか、何か描いているものってありますか？もうまずは必ず23年フランス大会9番として出場したいという強い気持ちを持っていて、まあ、まずは目の前のこと一つ一つ集中しなければならないと思ってますけど、最終的にはこうチームに欠かせないスクラムハーフになりたいです。なるほど。フィットネスが一番というお話ありましたけれども、このフィットネス一番、誰よりも走るために普段やってるトレーニングだったり意識してることありますか？練習中の、まあ、どのメニューもそうですけど、絶対に手抜かずに出し切るようにはしてます。で、まあ、特にフィットネスが練習中に入れば、そこではもう絶対一番になるつもりで毎回走ってます。早稲田大学の時もなんかずっと一番っていう、なんかこう、まあ、練習ちょっと拝見したりした時もずっとなんか一番で走ってるってイメージあったんですけど、逆にフィットネス一番じゃなかったことありますか？前回の合宿とかでもレメッキさんとかにはまあ結構負けることもあったので、まあ、でもやっぱそこは、はい、ちょっと、まあ、こだわり持ってやりたいなと思ってます。めちゃくちゃ悔しいんですか、それって？やっぱり悔しいですし、やっぱりこういう体の大きさなので、そういうところでは絶対負けちゃいけないなとは思ってます。レメキさん、何か斉藤選手に言いそうですね、なんか俺勝ったぜとか言いそうですね。はいはい、言われます。言われます？はい、いつも言われます。どんな風に言われます？練習終わったらすぐ遅いねみたいな感じで言われます。なんかいい切磋琢磨する関係ですね。ちなみにこの選手のラグビー以外でこれに対するこだわりナンバーワンだなとか、すごいなって思う選手いますか？こだわりじゃないんですけど、グーさんの優しさは一番だなってちょっと思います。なるほど、はい、やっぱりグー選手は優しいなって思いますか？はい。
練習中とかもなんか顔変わったりとか。あの練習中はやっぱりまあ違いますね。サイト出せよとか、ここ俺よとかって言うんですか。あんま覚えてないですけど、スイッチ入ってるなって思います。あとあの斉藤選手合宿来て愛犬と会えないというのは寂しいんじゃないですか。普段も実家じゃないんで、でも結構家族とかは定期的になんか、まあ別に僕のこと思ってかわかんないですけど、家族ラインとかで写真送ってくれたりするんで、たまに癒されてます。ちょっともう個人的にパスよしスピードよしってもう全てが揃ってるっていうイメージがあるんですけれども、自分の中でここ特に伸ばさなきゃいけないっていうところありますか。全部ですけど、まあ、特にってところは、まあ、やっぱさっきも言ったようにプレッシャーがかかった中での、まあ、スキル、まあ、そのスキルって言ってもまあパスだったりキックだったりあるんですけど、プレッシャーの中でどれだけ正確にスキルを出せるかと、そこの判断、そこはやっぱり課題かなと思ってます。